はい、今日はね結婚記念日ということで久しぶりに夫と二人でデートをしていく様子を初めてお届けしたいと思います。動画になるか分かりませんが、いろいろ撮ってみてギュッとまとめて、皆さん13年も経つとこんな感じなんだなっていうところを12か見てもらえたらいいかなと思います。え、行こう、はい、今日は話題の麻布台ヒルズに遊びに来ました。パパが新潟に行ってしまう前にちょっとお邪魔します。すごいね、もう動いてる、普通の部分になってるでしょ。置いとけて お洋服が渡るようにさ、パパ目線、指入ってない？うん、顔入ってない。私どう？寒いし、入ってる？服が入ってる。ちょっとこれ指本当に入ってない？欲しいんだけどさ、このサイズじゃちっちゃいじゃん。だからこのサイズね、もうそれでかすぎる。行きたかったレストランは予約の人しか入れず、まさかのまさかの、どこに何があるか分からず、カレーを食べに行きましょう。カレー最近自分じゃ食べないし、作んないじゃん、少なくなっちゃったじゃん。カレーはもう作ってないし、めんどくさいじゃん。前はさ、矯正がさ真っ黄色になるからと思って作んなくなったんだけど、今2種類作る。誰のせいよ、辛いの求めてるからでしょ。すごいちゃんと学習してるじゃん、私も。スープとライスは交互に味わう。辛さってたかも。辛すぎると美味しさがさ分かなくなる。うん、美味しい。カレーお腹いっぱい食べましたね。腹8分目、うん、あ、でもちょっといつもより抑えてんのかなとは思った。まあ一応夜ご飯がねしっかりしてるから。あ、寒い。あ、ここにいるんだ今私たち、うん、ね、これブログになるかな、わかんないです、ね、わかんない、ね、私もわかんない。おしゃれだね。あ、もういないわ。曲線のなんか建物が多いね。これは独り言か。
表参道に移動してきました、うん、ちょっと今日はお買い物をねしていこうかなということで、今ほとんどパパウィンドウショッピングになってるね今日ね。全然買ってないね。あ、でもこれ買った。俺買ってねえし。私これ買った。俺買ってねえし。結局ヒアルショット買いました。ホットコーヒー、アイスコーヒー。え、どうしよう。なんかこういうのにしようかな。え、コーヒーにしようかな。どうしよう。こんにちは。いつもお世話になってる。お世話になってます。はい、本当お世話になってます。中さんです。鳥サロンの海翔です。よろしくお願いします。今日もお仕事お願いします。頑張ります。お願いします。最高っす。最高っす。最高っす。はい、よろしく。乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これがね、おつまみに最高なんだよね。ん？おつまみに最高。うん。おいしい。わかめいいね。わかめいい。おでんにね。うん、疲労回復にいいか。うん。お、だし、おいしい。うん。ありがとうございます。やば。これやばいな。すごいね。おお、いや、全部置き去りにしてんじゃん、キビ。うるさいなと思って。うん。うん。うん。すごい。取り刺し？はい。鶏と本マグロの中落ち。すごい。ついてる。キャビアがついてます。うん、うん、すごっ。すごい。おいしいじゃん。おいしい。おいしい。やばい。今年つけてみたいんですよ、自分でいくら。あ、やったの？やりたいんです。あ、じゃあ教えてあげるよ。え、うん、ぜひ。え、こっちあるから。あ、そうなんですか？そう。え、あの、取るのが？そうそう、取るのもそうです。温度もそうだし。え？温度。え、温度？どの温度ですか？え、それで全然味変わるんですか、やっぱ。あのね、プリット感が？そう、プリット感。あとは、その、吸わせんのもさ。卵に、あの、その、だしを吸わせんのとかね。プチプチ。そうそう、このプリプリ、こういうのプリプリになるよ。え？え？これ、いくらだけ食ってる？すごいプチプチ。うん。うわあ。おいしい。うまい。うん。うん。金柑、金柑も今旬ですからね。うんと。まだ走る。これね、うまい。それカルビ。特上カルビ。特上カルビ。
うまいでしょ。うまい。好きでしょ、そういうの。わかるんだから、生。そうですよね、もう味覚をだって育ててくれた方ですもんね。そうそうそう。これでね、この間でちょっとお口直しを挟むんですよ。バター入ってない？入ってないですよ、そのお肉の油、英語の。うん、そうなんだ。うん、バターみたいなコク、うま。スミディア、スミディア行ってね。これが、これがあのソリ、ソリ、ソリですね。ソリですね。ソリ、ソリです。ソリです。うまいわ。ほんとね、こうやってね、こうやっていろいろ、そう、体にめちゃくちゃいいから、うん、いい苦味、これいい苦味。走り燻製西麻布うずら、焼いてんのに半熟ってすごい不思議。イエスイエスイエス、すごい。西麻布、西麻布、西麻布だからだ、うん、しかも味が中まで染みてる。うん、美味しい。美味しいね。これヒレだから大丈夫。おー、ゼロカロリー。嘘です。最高。なんていうことでしょう。あー、マスタードに見える。そう、マスタード醤油で。ほら、うまい。うまい。ね、しつこくない。うわ、それ、あの、玉ねぎとかもさ、あー、スッてしたやつとかも乗っけると本当はもっと美味しいんだけど。これうまいわ。うん、うわ、しかも脂っこくなくてめっちゃ最高じゃん。美味しい。はい。まあまあ、フォークとナイフはあれだけどさ、箸で切れるから多分。やっぱ炭で焼くから周りがいい感じだね。わかる、炭火ってね。炭もほら、香辛料だから一つのね。え、そういうことですか。そうそうそう、いい匂いするやつはいい匂いしますもんね。炭の香辛料、原木の椎茸ですから。いや、すごい、無駄に高い椎茸。ね、いやこれは普段買えないですね。そうっす、無駄に高い椎茸。うん、美味しいの。汁美味しいでしょ、汁が、椎茸汁が。食事でいけたの。いや、もう食事でいけない。え独自じゃないと汁が出ちゃう。あ、そうか。うん、カニクリームコロッケ。セリ鍋なんですか。セリ鍋。本当だ、あれなんだ。いや、ラーメンのスープだよ、ほんとに。ちょっと白いんだ、すごい。パイタンスープ。鶏のスープ。鶏の、うちの20年もののスープですから。おー、継ぎ足し。鶏もこのひき肉とは。そうです、鶏のひき肉とそのポルチーニ。まさかのね、焼き鳥屋さんでパスタ。美味しい。これひき肉なのがいいね。ねえ、いい。またのね、ゴロッとしたお肉かなって。しかも胸肉。タンパク質最高だ。おー、最高です。ポルチーニ最高っすね、これ。最高っしょ。ん？うまいう。めっちゃうまいです。マイウでしょ。マイウね。あ、これうまい。うまっ。今日もめっちゃ美味しかったです。はい、本当すみません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。特になんかデートっていうか結婚記念日って感じじゃないかったけど、まあでも2人でゆっくり過ごす。夜飯をゆっくり食うことあんまないもん今ね。もう2人じゃね、まあ、よかったんじゃないですか。まあ、動画にちゃんとなるかなんないかもよくわかんないけどね。また機会があったら動画撮ってみたいと思います。バイバーイ。